私はあの待って ちょっと激しいあれですよね、寝るときに服を全然着ない人とちゃんと寝巻き着る人、どっち？私はあんま着ない。ヨシミックランド、皆さんこんにちは。ヨシミックランドご覧いただきありがとうございます。はい、ではね、今回は好評だった好評だったあの雑談会、今日もスーパーバニー、はい、マン、はい、続きをやりながらやっていきたいと思います。はい、はい、ということでね、はい、まあ、この前の続きからなんですけども、まあ、ちょっとね、針が出たりするだけでいきなりむずいっすね、ちょっとね、まあ、ちょっと頑張っていきましょう。はい、今日のトークテーマなんですけども、これって自分だけかもしれないというの、そうそうそう、あ、やって悩みを最近ちょっと感じてるんですけど、はい、ないですかそういうのって。お菓子の包みとか、あと、うん、あのお料理屋さん行った時の箸とか、うん、必ず折っちゃう。ああ、なんか作るわけじゃないの？あ、あと箸置きは作るんです。箸置きは必ず作っちゃうんですけど。おしぼりでも作る人いない？おしぼりで、あの、つる折ったりとか。あ、それはいますね。うん、私は、待って。ちょっと。激しい。激しい。俺の悩み聞いてもらっていいですか？はい、どうぞ。気になる。お風呂とか、はい、トイレとかって、はい、人のってめったに見ないじゃないですか。見ない。自分だけこのやり方でしてんじゃねえか疑惑があって、はい、どうですかそういうの。あ、今自分のしてるトイレが絶対一番正しいって自信を持って、はい、私がトイレの正しい使い方、グローバルスタンダードだって自信を持って言えますか？トイレの正しい使い方、いや言えないかも。言えないな。なんだろう。例えばあの貯水タンクが後ろにあるじゃないですか。はい、あれを背にして座ってますか？座ってますね。そう、もしかしたら逆にしてる人も世の中にいるんじゃないかとか最近思い出しちゃったんですけど、どう思います？僕もちなみに正しい派です。はい、そう、そっち派なんだけど、もしかしたら違う人が世の中にいるかもしれないって。はい、待って、危ない。ちょっと待ってよね。セーフ生きてた。じゃあ俺人参持って行ってみるわ。よしイエーイ、おいけた、やったー。ちょっと遊んでた。よいしょ。じゃあもう全然、まあ、あのお話できなかったんでゲームここで止めて、はい、話しましょうか。そう、あのトイレも、そう、貯水タンクの方を向いて貯水タンク抱っこしながらする人もいるんじゃないかなとか。まあもしかしたらそれが間違ってる、あのそれやる人が一定数いるから、あの、なんでしょうね、駅のトイレとかでこっち向けに座ってくださいよっていう あれがあるのかもしれないですけど、あと和式しか知らない人があれを見た時に、あれこれなんだ、これどうやってするんだろう。もしかしたらこの便器の周りに足をこう置いて二王立ち、二王立ちつかそこで座るみたいな。あ、確かに初めて見た人、初めて見た人、そこに座るっていう発想になるのかなと思って。姿式トイレ、あ、でも最初外国だから和で慣れてた日本人が初めて洋を見た時にどうやってすると思う？多分いきなり座るとはしないと思うんだよね。それだったら多分上に乗っちゃうと思う、今までの雰囲気で。でそこの空き隙間からするみたいな。上に乗ってしゃがむか。そうですかね。もしかしたらそれが正解かもしれないし、あ、逆に当初はそれが正解だった。そう、靴脱いで上に乗っかって、いやそりゃ和式が残ってるわけですわそうとか、あと昔ね、子供の頃に、はい、シャンプーをね、はい、する時に、はい、どうやってやるって聞かれて、うん、あの頭を一回ゆすいで洗って、あのシャンプーつけて洗うって言ったら、はい、貧乏臭くね。どうやって洗うの？そうします。やっぱ一回ちょっと水で、私はそうですね、水で頭を濡らして濡れた髪にシャンプーします。そうでしょ、はい、その子は、え、貧乏臭くね、直接シャンプーかけりゃいいじゃん、いや言ってくるんですけど、全然泡立たないじゃないですかそんなの、うん、でも金持ちはそうするらしいですよ、これ曰くね。そしたら美容院の施術はだから、あれケチってやつ、あれケチってのそういう感じなんですかケチってやつとか、だからその子にとってはそれが当たり前だから、そう、他の人が間違ってるみたいな、うん、
だからそういうのが多いんじゃないかなと思って、意外とそう、それ自分だけなんじゃないかなって考え出したら止まんなくなってきて、眠れなくなっちゃう。寝るときに上向いてんのって俺だけじゃねえかな。あ、上ってか眼球が上向いてんの。そっか、眼球の位置どこにしてる。え、今ちょっとやってみて。上かなこれ。あんま上かわかんない、まあ上なのかわかんないですけど、でも寝てる時の色って何なんだろうって考えて眠れなくなったことは。あの真っ暗って言うじゃないですか、うんうんうん、でもこれ黒って認識できる色なのかなって頑張って眼球凝らそうとすると、これ色なくないですか。そうそうね、なんか光の残像とかのちょっと緑っぽい紫っぽいあるのは、あの光見た後だったんですけど、それのなんか周りの色ってこれ何色だろうって思って、あのちっちゃい頃眠れなくなったりしてましたね。あと薄めにしてさ、アメーバみたいなの泳いでない。あ、私いないっすか。まあ、いないですけど、あの曇りの空には見えたりする。あ、そうなの。ヒュー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 、こうやって薄めにするとこの辺の眼球を動かすと塊が動く、なんか水みたい、アメーバみたいなのが動くんですよ。それ、おめめがなんか異常があるのかもしれない。いやいや、これないの。ないですよ。ないの。あ、ブルブルブルってなるってことですか。ブルブルっていうか、いや画面じゃなくて、なんかアメーバみたいな目の中にいるんですよ。こうやってこっち向くと、そのアメーバこっちに向くし、薄めにしないと出てこない。そうだ、これも僕だけかもしれないしとか、自分が見えてるこの色って今この、あ、この違う人もこの色なのかなとか。それは結構。これ何色？せーの、緑。わかったー。とか、そうそう。なんかね、考え出したら止まんねえなっていうのが最近の悩みですから。皆さんももしこれもしかしたら自分だけかもっていうのがあったら、ちょっとコメントにそう書いてもらえると、それについて多分みんなで語れると思うんですよ。そうですね、はい、そうトイレ、僕あの便座の上に立ってたんですけど、僕って少数派だったんですかって書けばみんなやっぱ書いてくれると思うんで。確かにあれですよね、寝るときに服を全然着ない人とちゃんと寝巻き着る人、どっち。私はあんま着ない。うん、どこまで最低限着てる。あですね。俺もパンツと T シャツのみなの、うん、でも今なんかあれですか、パジャマとか、だからパジャマとかルームウェアの概念がわからないですよね。ホテルでだから泊まるときにあの部屋着を羽織るかどうか。羽織る、羽織るのはフロアがって、寝るときはどっちかな、その時によるかもしれないですけど別になくていいかなって感じ。でもこれって私だけでまた繋がってくるんだけど、はい、ホテルで全裸で寝るの超気持ちよくない。そうなんですか。わかんない。あ、でもあのこの開放感、謎の開放感。そのホテルでお風呂入って、あの、あ、忘れ物したって時に全裸で出てってはできるのはすごく好きです、うん、そうだね、あの真っ裸で歯磨きするのはあのいいですよね。なんかいいですよね。なんかね、開放感が。これがあの、まあ、私友人に 何かの裸族、どっちかっていうと裸族の人がいるんですけど、うん、こういうことかって、もうダメだよ、いいじゃん、着れないよってその子は言ってるんですけど、うん、何言ってんだろうなって思ってる時にこう行って歯磨きを全然すると、あ、ちょっとこういう感じかそう、でも自分の部屋でもやればいいじゃんって言うんだけど、自分の部屋で裸になると寝汗とかがそのまま布団についちゃうから、それが嫌なの。ホテルだったら別にまあいいやっていうかね、まあお掃除っていうか、ね、メイキングしてくださいっていうので、うん、あれだから、まあホテル代はそのためにあるのか、まあ、非日常を味わうための。一人暮らしをしたことがないので、やっぱちょっと開放的なことをしたくなりますよね。まあね、その今そのなんだろう、ホテルに泊まるってストレス発散する人って多いらしいの。あ、そのパソコンとかも、うん、家にあるものももう何も持っていかずに、ちょっと何駅か離れたビジネスホテルに泊まって非日常感を味わうみたいな。見たことあるかも。うん、ちょっとやっぱ特別ですよね。そう、なんかでもホテル、俺ホテル、いろんなホテル泊まるの楽しいんだよね。別に何するわけじゃないから。私もこの前仕事が遠方で朝からあった時に、うん、初めてですかね、ビジネスホテル一人で、うん、ちゃんと自分でもう参りしようって思って行ったの。でも楽しかったですね。楽しいっしょ。別に何するわけじゃないけど、そう、もうなんかテレビもいつも別にチャンネル権がないわけではないけどもなんか好きでね、一人で転がって見て、
好きなタイミングで風呂入って、なんかお腹空いたら買い出し行けちゃったりして、なんか楽しいじゃんってなりますね。ね、まあ、何の話したのか忘れましたけど、まあ共感してくれる人がいたら嬉しいですね。はい、結構一人でなんとなく泊まるの楽しい。そう、一人で泊まるの大好き派なんで、増やしていきたいですね。一緒にあの一人のホテル行って、ね、そう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 、隣の部屋で、あ、それは楽しい、それは楽しいかも。まあまあまあ全然それの方が気使わなくてね、確かに。非日常で、隣であいつ今何してるのかなって思う。LINE してみたりね。LINE してみたり楽しいですね。あえてよって、そんなだったらあえよって思うけど、あえてね、あえての LINE みたいなね、はい、というどうでもいい話をしてるんですけど、最後までありがとうございました。ありがとうございました。次はレベル7から違うお話をしていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではさよなら。さよなら。